ハーシリアンか。許せないよ、メディナさんや冒険者の人たちにあんなひどいことをするなんて。アスナの言う通りです。あの者の修行を感化しておくわけにはいかない。しかし真意の盾を使い、聖豪騎士に勝るとも劣らぬ実力を持つ相手とは厄介極まりない。He's dangerous. とにかくあいつは危険だ。聖豪騎士やこの衛兵にも十分に注意するよう伝えておいてくれ。Again, forget auto turns off after that point. Doesn't see the auto turns off here, but it doesn't when you like randomly flash up a random piece of info. ああ、伝えておく。とはいえ、ハーシリアンの目的と行動についてもう少し意見を出し合った方がいいだろう。そうじゃな。そやつの次の行動が読めれば対応もしやすい。メディナも辛いかもしれないが、やつに関して覚えている範囲で情報を出してくれ。はい、お気遣い感謝します。Let's begin the meeting. よし、早速だが会議を始める。ハーシリアンの目的と行動について意見を出してくれ。Alright then. Cardinal's thoughts. やつの口ぶりから察するに、状況は相当に深刻じゃろうな。For me, it's that case of like, he's clearly going to the east because he hasn't touched that place yet, so... そうですね。新勢力を集めるという目的を達したのなら、次なる行動に移るはずです。ああ。これまでのように、ガラントを切るだけじゃダメかもしれんな。Ask for Merida's thoughts. あの。なんだ？ハーシリアンの言葉。正確には、新勢力はほとんど集まりました。です。ほとんど。それじゃあ、まだあいつの目的は完全に達成されたわけじゃないのか？おそらく、そうだと思う。では、残りの新勢力収集を阻めば、最高司祭様の復活を止められるかもしれません。となると、やつがどこで新勢力を集めるかだな。Ask for Fanatio. Fanatios? I can't remember how they said it now. Thoughts?これまでキリトたちによって南、北、西帝国のカラントコアが切られました。Therefore we go east. 三帝国で新勢力を集めることは困難となれば、東帝国に新たなカラントが作られている可能性が高いということですね。カッカ、急いで東帝国へ人を使わせ、カラントの有無を確認しましょう。ああ。緊急のご報告です。なんだ？東帝国で2つの事態が起きているようです。 Well, well, well. 東帝国、聞かせてくれ。は、1件目ですが、東帝国で複数人の衛兵やこの衛兵の失踪が起きているようです。2件目は精度の低い情報なのですが。構わねえよ、そのまま続けてくれ。東帝国で黒い鎧を全身にまとった騎士の目撃情報があると。黒い鎧の騎士、聖護騎士の一員か。いえ、まさか。暗黒騎士だ。おじさま、ですが暗黒騎士は。ジャイアント族がカラントで蘇ったんだ。過去に人海侵攻に失敗した暗黒怪人が他にもいて、今になって蘇った可能性は十分にある。そうですね。これでハーシリアンが東帝国で新勢力を集めていたことが分かった。キリトたちはカラントを探し、新勢力が吸収される前に切ってくれ。もう後がありません。これまで以上に素早くカラントを見つけなければ。メディナ、冒険者の力を借りられないか。彼らにカラントの捜索を頼めれば効率はかなり上がるだろう。もちろん可能です。ですが今のままではダメです。アリス様に指摘されたように、私はお願いと称して冒険者を強制的に従わせてきたようなものです。
しかし彼らを指揮する立場である私がハーシリアンに惑わされ間違った選択をしてしまいました。そんな私がこれ以上無理に命令を下すことはできません。だから彼らの意思について確認したいのです。彼らが私と共に歩んでくれるかどうかを。メディナ殿、あなたの選択を尊重します。彼らに問い意思を確かめましょう。ありがとうございます。では冒険者を集めます。みんな、私はこれまでみんなを、これまで私は私を。勇気を出して、私たちがそばにいるから。ただ素直に気持ちを伝えれば大丈夫なはずです。恩に着る。私はみんなに謝らなければならないことがある。それは私の持つ力についてだ。みんなに自覚はないかもしれないが、私は触れることで相手に忠誠心を抱かせることができる。だからみんなが私に向ける敬意や救世主という呼び名は作られたものだ。私はこの力で無理やり与えた忠誠心を利用し、長い間みんなを従わせてきた。だが気づいたのだ。そんなことをする権利など私にはないと。本当にすまない。私にみんなの上に立つ資格などない。今の話は本当なのか？ああ、事実だ。俺たちは救世主様に操られていたってことか？そうだけど、俺はそうは思えない。俺はこの世界で目覚めてからずっと自分のやるべきことがわからなかった。わずかな記憶と戦うべきだという気持ちに従い、不用意に人間を傷つけたりもした。それが悪いことなのか正しいことなのか判断することもできなかったからだ。そうやって自分が戦う意味を探していく中で救世主様に出会ったんだ。確かに無理やりに与えられた命令かもしれない。そこに俺の意思はなかったかもしれない。けど俺は戦う理由をもらった。俺たちはこの世界での意味を手に入れた。私もこの世界でどうして生きていけばいいか分からなかった時、声をかけていただきました。俺もそうだ。無理やりなんかじゃない。救世主様に喜んでもらえるのが嬉しくて一緒にいたんだ。みんな、そこまでの思いを。私たちだってそうよ。大切な人がいてくれたから、その人を守るためにこの世界へ来ることができた。はい、それが私の目的であり、この世界での意味です。でもだからといってそれを果たすために誰かを傷つけちゃダメよ。キリトさんだってそんなことを望んだりはしませんもんね。だからメディナも、彼らに意味を与える立場でいるなら正しく導いてあげて。はあ、わかった。みんな、これまで私を慕ってくれてありがとう。システムコール、アングループアレイメンバーズ。今の術式は？冒険者のグループを解除する術式じゃ。戻ってきたメディナに頼まれ、先ほどモジュールについてさらなる調査を行った結果、その機能が冒険者の所属グループを変更するものだと分かった。つまり冒険者をメディナを救世主として慕う者というグループに設定することで、彼らはメディナを救世主として扱い、メディナに協力するという行動原理を得るようじゃな。今の術式はそのグループを解除するものか？うむ、メディナは冒険者と本当の意味で対等になるためその術式を求めておった。たとえ冒険者が自分の元から去る結果になったとしても、
それが正しいことだと考えたのじゃろう。そうか、なら俺たちは見守ろう。今のは私がみんなに強制的に与えた忠誠心を解くための術式だ。これでみんなは自分の意志を得た。自分の意味も戦う理由も好きなように決められる。もう私を救世主と崇めて従う必要なんてない。その上で今度はみんなと同じ立場で同じ一人の人間として頼みがある。力を貸してほしい。私一人では無理だ。みんなの力が必要なんだ。これは命令ではない。それぞれの意思に従って断ってくれても構わない。だがもしもそれでも力を貸してやってもいいと思える者がいたら頼む。怒りもそしりも受け入れる。頼む、助けてくれ。もちろんだ、救世主様。あ、いや、メディナさん、さっきの神聖術はちゃんと効いているみたいだ。今の俺にあんたへの忠誠心はないけどな、変わらないんだ。自分に意味を見出してくれたメディナさんへの感謝と一緒に旅をした思い出は変わらず残っている。これからは友達だ、メディナさん。友達、みんなありがとう。Okay, kind of ruined it with the 5-1, but okay. Oof. Licoris. Yes. 次の日. The next day, alright. Yo, Alice. Konnichiwa, Kirito. So da, kono ato nani ka yotei wa arimasu ka? Nani mo nai kedo, dou shita nda? Kore kara tanren ni ikou to omotte iru no desu ga, Kirito mo issho ni dou desu ka?そういうことなら喜んでお願いするよ。決まりですね。それでは行きましょう。はっ、やっ、あ、うん、参った。俺の負けだ。ええ、そのようですね。やっぱりアリスは強いな。同じ牧犬のはずなのに一撃の重さがまるで違う。どうしたアリス。キリト、今の立ち合い本気で剣を振るっていましたか。ああ、そのつもりだよ。おかしいですね、あなたの剣がこの程度とは思えないのですが。 いや、そんなもんだって。とぼけないでください。手加減しているでしょう。まさかそんなことは。今私の右目を見ましたね。もしやこの傷を気遣って手を抜いたのではありませんか。なあ、そうだけど。でも。でもも何もありません。余計なお世話です。余計なお世話って。この目を失った時にも言いましたが、私は氷教会と戦う決意の証として右目を直さなかったのです。最高被災様が生きている可能性があるのならば、決意を維持するためにも右目はこのままにしておくのが道理。それとも片目が失われた程度で私の剣が鈍るとでも。もしそうなら分かってもらえるまで剣を交えるまでですが。アリスの剣に疑問を抱いたことはないよ。初めて打ち合った時からそれは変わらないし、むしろ以前よりも鋭くなっていると感じるくらいだ。だからこそアリスの決意と右目を直さないことはもう関係ないというか。まだ言いますか。これ以上の議論は無意味です。アリス、それでは失礼します。鍛錬に付き合っていただいたことには感謝します。ちょ、待ってくれ、まだ話は。てしまった。おわんでいいのか。ガーディナル、やれやれ、頼りないやつじゃな。
一体いつからいたんだ。二人が立ち合いを始めたあたりじゃな。ほぼ最初からじゃないか。それなら助け舟を出してくれたっていいだろう。右目の治療についてはお主から提案した方が受け入れやすいと思ったのじゃ。あそこまで否定されるとは思わなかったよ。重要なのは右目の治療という見た目の問題ではない。アリスが抱く内面の問題じゃ。アリスが右目の治療を拒む理由について何か思い当たることがあるのか。うむ、実はあの右目、一度わしが回復させているのじゃよ。アドミニストレーターを倒した直後、お主やユージオと共にアリスの傷を治療した。その時にな。ならどうしてアリスの右目は治っていないんだ。治癒術は確かに行使した。つまりアリスの意志がそれを拒んだのじゃ。 Can't believe it took this long to mention it, but okay。おそらく右目が元に戻ることでアドミニストレーターへ立ち向かうと決めた時に抱いた決意や、お主らと共に戦ったという事実までもが消え去り、元の人形同然の状態に戻ってしまうと、そう考えているのかもしれん。そんなこと。うむ、右目の有無は関係ない。治療したとしてもアリスの決意は失われはせん。だよな。でもアリスがカーディナルの治癒術を拒んだってことは、アリス自身が心の奥底で恐れているのじゃろう。右目を元に戻せば何もかも元に戻ってしまうのではないかと。つまりアリスは以前の自分に戻ってしまうことが怖くて、未だに右目を直さないでいるってことか。おそらくじゃがな、決意の証を残しておきたいというアリスの主張にはそういう意味も含まれておったのじゃろう。あんなに堅くなに拒んでいた理由がようやく分かったよ。右目の治療でアリスの決意は失われない。とはいえまずはアリスに自信を持たせないとな。そうすれば治療に踏み切れるかもしれない。じゃが容易ではないぞ。わしの治癒術を拒絶するほどにあやつの恐怖心は大きい。ああ、俺だけじゃ無理だろう。でもあいつにも協力してもらえばきっと。アリス、少し時間いいか。さっきの話についてなんだけど。右目の話ならばもう終わったはずです。立ち会いで手を抜いたことに対する謝罪であれば聞きますが。それについてはごめん。けど右目を直してほしいっていうのは変わらない。ですからそのつもりはないと言ったはずです。いい加減理解してください。でもアリスだっていつまでもそのままにしておくわけにはいかないだろう。別に一生直さないわけではありません。まだその時ではないというだけです。ならその時はいつ来るんだ。いつになれば今の自分が失われる恐怖に怯えなくなるんだ。私が怯えるなど、決してそのようなことは。アドミニストレーターとの戦いの後、カーディナルは治癒術でその右目を治そうとしたんだ。けどそれは効かなかった。おそらくアリスの意志が治癒術を打ち消したんだと思う。それは本当なのですか。私が恐怖ゆえにこの目が戻ることを拒んだと。理由に関しては推測じゃがな、わしの治癒術でアリスの右目が治らなかったのは事実じゃ。そんな、知りませんでした。私は無意識のうちにそこまでの恐れを抱いて。キリトはキリトなりにお主のことを心配し、そして力になりたいと思うておるんじゃ。それはわしも同じこと。どうか話してくれんかの。カーディナル様、二人がおっしゃる通り私は不安なのです。再び右目を失う前の自分に戻ってしまうのではないかと。規則を疑うこともなく言われた命令をこなすだけの、何も考える必要のない人形に戻ってしまうのが怖いのです。アリス、大丈夫だ。右目を治療したからって君が抱いた決意は失われたりしない。ありがとうキリト。けれど私は
そのことを理解はしているのです。分かっているはずなのに、考えるだけでどうしようもない不安感が拭えないのです。キリト、一体どうすればこの感覚を払拭できるのでしょうか。それは分からない。I mean, it has to be, otherwise it wouldn't have been brought up as a plot point. Right? 俺がアリスにかけられる言葉には限界があるし、答えを示すことは難しいと思う。そんな。あくまでも俺の場合はって話だよ。アリスに共感し、自信を抱かせる適任な人物が他にいるんだ。アリスのように氷協会と戦う決意を抱いて、その上で、失った右目をすでに直した奴がさ。まさか、ユージを？ごめん、アリス。盗み聞きしてるみたいで、心苦しかったんだけど。アリスに右目を直してほしいっていうのは、僕も同じなんだ。だから、少しでも力になりたいと思って。仕方ありません。それに、キリトの指示でしょうから、怒るならキリトに怒ります。それはほら、大人数で押しかけても悪いかなって。まったく、余計な世話ばかり焼きますね、キリトは。同感じゃ。二人ともやめてくれよ。I mean, we all pretty much feel that way about you, Kirito, but okay. とにかく、アリスの不安や恐れなんかは、ユージオの言葉で解消されるんじゃないかと俺は考えている。そうですね。ではユージオ、あなたに聞きたい。あなたは、その、私が抱いたような不安に襲われなかったのですか？残念だけど、僕はその質問の答えは持ってないんだ。僕は禁忌目録を犯したことの混乱が残る中で、気づいたら治療を受けていたようなものだからね。状況もよく飲み込めてなくて、右目を治すことに対して意味なんて求めなかった。でも一つだけ確かな事実がある。それは僕の決意は変わっていないということだよ。本当ですか？右目を失った時からずっと変わらず？うん。アリスも当然知っている話だけど、僕は修験学院で他の生徒を切ってしまった。ええ、それを突き止めた元老院の指示で私は修験学院へ向かったのです。僕はライオスとウンベールの行いを目の前にしながら、初めのうちは何もすることができなかった。ティーゼたちを助けようとすれば採血権を妨害することになり、僕は罪を犯すことになる。生まれてからずっと正しいと思ってきた法を、禁忌目録を破ることなんてできっこない。それでも目の前には助けなくちゃいけない人がいる。あの時の感覚はどう表現したらいいのかな。その感覚は以前から私にもありました。人界を守ろうとするおじさまの苦悩を前に、私もたびたび焦燥感を覚えることがありました。もちろん氷協会への範囲に至ることはありませんでしたが。うん、僕もそうだったけど、思い出したんだ、キリトの言葉を。定められた法にただ従うことが正義とは限らない。本当の正義は悩んで探し出した答えの中にしかないんだね、キリト。あ、恥ずかしいな。とにかくその言葉を思い出して決意したんだ。目の前で救いを求める人を助けるんだって。たとえそれが禁忌目録に逆らうことだとしても、今はそうすべきだと僕は思ったんだ。すごいよ、優勝は。褒められるほどのことかはわからないけど、僕はその時抱いた気持ちを絶対に忘れない。右目を失った時に抱いた苦悩や疑問、それを乗り越えて手に入れた決意は変わらず僕の中にある。だからその思いは絶対に失われたりしないし、右目がどういう状態だろうと関係ないと思うんだ。僕が僕らしくあり続けようとする限り、この決意は変わらない。
つまり自分の決意を信じるしかないと。うん、アリスも思い出してほしい。右目を失った時に自分が何を思って何を決意したのかを。その思いはアリスにとって大切なもので、絶対に失われることはないんだってこと。そうですね。私は全てを失う覚悟で最高司祭様に抗うと決意したのです。反逆の証として痛みを残し続けずとも、その覚悟を失うわけがありません。うん、アリスなら大丈夫さ。ありがとうございます、ユージオ。あなたのおかげです。いや、ごめん、なんだか偉そうなことを言っちゃって。あなたが語った思いは全て事実なのでしょう。それならば謝ることなどありません。むしろ謝るのは私の方です。カーディナル様、覚悟は決まったようじゃの。ええ、治療をお願いします。もちろんじゃ、そのために来たんじゃからな。 I mean, this better be a CG at the result of this, because I want to see her without that eye patch on. I've been waiting so long for this. Like, within this getup sort of thing, not, you know, randomly as part of a costume or something like that. Like, no, properly within the story. ありがとうございます。よろしくお願いします。ああ、では、行くぞ。これでよい。ゆっくりと眼帯を外してみるのじゃ。どうだ、アリス。アリス。倒しましょう、最高司祭様を。私はこれからも人界の人々のためにそうあり続けます。アリス、成功したようじゃな。ええ、三人のおかげで右目とともに自信を取り戻すことができました。私たちの手で今度こそ人界を救いましょう。お、よろしく頼むぜ、アリス。Well, I'm extremely disappointed. I definitely wanted a CG scene there. That felt like a CG scene. さて、出発の準備は整ったけど、メディナは大丈夫かな。She's very wary on the auto then. 一度様子を見に行くか。メディナ、東帝国へ向かう準備は無事に終わったか。キリトか、すまない、こちらから声をかけるべきだったのに。いやいや、気にしないでくれ。そうか、準備の方は終わった。正確には私の分はという意味だけどな。どういうことだ。最近の度重なる魔獣の被害やこの衛兵の治療なんかで、オートにある薬が不足しているらしいんだ。そこで氷協会の修道士や修道女たちが大急ぎで素材を集め、薬の生産を行っているそうだ。なるほど、暗黒騎士が目撃された場所までは距離もあるし、修道士たちの作業が終わるまで遠出は無理そうだな。ああ、キリト、ちょうどよかった。お前さんに頼みてえことがあるんだよ。さっき北帝国で魔獣の発生情報が入った。そいつは厄介でな、東での本格的な調査活動に入る前に解決しておく必要がありそうなんだ。少年、頼めるか。わかった。それじゃあ冒険者のみんなに調査してもらいつつ、早めにその魔獣を片付けてから向かうよ。よし、それじゃあメディナのお嬢ちゃんも少年と一緒に行ってきてくれるかい。私もですか。ああ、お前さんたちの剣の相性はなかなかだって見込んでるからな。分かった、行ってくるよ。ベルクエリ様、ありがとうございます。ん、なんで礼なんぞ言うんだ。ほら、早く行ってこい。それじゃあ行こうか、メディナ。ああ。 Okay, so I'm feeling like let's try and see if we can get an Alice side event toCap this off now. Alice, どこかへ出かけるのか。ええ、対策本部に必要な物資の買い出しです。It is that I've got to get used to seeing her without the eye patch now.
そんなことまでやっているのか。今は人手不足ですからね。動けるものが率先して仕事をこなすべきです。せっかくですからお前もどうです？ああ、もちろん手伝わせてもらうよ。助かります。では早速行きましょう。よし、必要な物資はこんなもんかな。ではキリト、そろそろ戻りましょう。ああ。ん、この匂い、もしかして、 Is it pies? Honey pies? キリト、アスナから言われています。買い食いをしようとするキリトを止めるようにと。ね、でもこの人を引きつけるパイの香ばしさは。I damn well knew it. You're so predictable, Kirito. 私は一刻も早くこの任務を済ませ、修練に戻りたいのです。聖号騎士として、まだまだ高みを目指さなければと。お前はそれを邪魔立てするというのですか？冗談だよ。さあ、じゃあ帰ろう。な、この匂いは。お前というものは。この匂い、金木犀の香りじゃないかな。あ、確かにそのようですね。こんな街中に生えているのか。ルーリットの村や他の町でこの香りを嗅ぐ機会はなかったのですか？そうだな、少なくとも俺が2年間暮らしてきて街中でこの香りを嗅いだのは初めてだ。ちょっと行ってみようぜ。アリスも気になるだろ。あ、待ちなさい、キリト。ほら、アリス見てみろよ。あそこの露店で金木犀の花が売られてる。そのようですね。私の金木犀の剣はこの世界で最初に生まれた金木犀の木から作られたもの。確かにこうして見ると親しみは感じますが、特に物珍しいという感覚はありません。さあ戻りましょう。あ、ちょっと待ってくれよ。俺さ、アリスの剣以外で金木犀を見るのは初めてなんだ。どうしてそこまでこだわるのです？リアルワールドの公園とかだとさ、秋になると一斉にこのかぐわしい香りで満たされるんだ。Oh, it's autumn pretty much around now. Like, it's sort of like the end of summer, really. But it's gonna be awesome, at least in the northern hemisphere. It's gonna be awesome, because I do enjoy the autumn. なるほど。望郷の思いに浸っているというわけですか。それならば、しばらくここにいることを許しましょう。まあ、ありがとう。兄ちゃん、お目が高いね。こいつはかなり貴重な植物なんだぜ。東帝国の山奥の森のある一帯でだけしか生息していないんだ。へえ、やっぱり珍しいんだな。アリス、もしよかったらそこに行ってみないか？なぜです？この世界は心に強く思うことが力になる。アリスにとって金木犀という植物は深い関わりを持つものに違いはないだろう。それがいくつも生えてるなら、その光景を目に焼き付けることでアリスの真意を磨けるかもしれない。その提案も一理ありますね。いいでしょう。高みを目指すためその森に行きましょう。よし、そう来なくちゃな。おじさん、その森の場所を教えてくれよ。ひとまず場所は分かったけど。ええ、今から山に入るのは危険かもしれません。また改めて出向くことにしましょう。山へ入ってからずいぶん時間がかかっちゃったな。You'll tell me about it. You'll learn about this in the future, don't worry.
しかしようやく話に聞いていた森へ来られました。とはいえどこにも金木犀の木は見当たりませんが。見なさいキリト、ここに枯れ木がいくつもあります。栄養分が足りなくて急激に痩せ細ったって感じだな。まさか新勢力不足で朽ちたのか。やはりこれが金木犀の木々なのでしょうか。そんな感じもするけど、この状態じゃちょっと判別つかないな。ではもう少し探してみましょう。空から捜索するのも手かもしれません。そうだな。魔獣の群れ、こんな場所にまで。キリト、放っておくわけにはいきません。行きますよ。Do I get to fight? It's doing it again, isn't it? Where I don't get to fight them the first time, but there's a fight that's harder later. 無事ですか？ああ。でも今の奴ら、もしかしたら金木犀の木が枯れた原因なのかもしれない。奴らが木々を荒らしたということですか？それもあるかもしれないけど、むしろ大量発生した魔獣のせいでこの森一帯のリソース栄養が奪われたのかもしれないな。推測ばかりでは真実には近づけません。まあそうだけどさ、近隣に村があったはずです。そちらの住人に話を聞いてみるのはどうでしょう。そうだな、行ってみよう。確かに最近魔獣の群れが現れるようになったな。農作物にも被害が出て襲われた者もいる。そういえば金木犀の森が枯れてしまったのも同じ時期だな。奴らが木々を食い散らかしたのかもしれない。もともと金木犀の森はこの土地に古くからあったんですか？いや、森の奥に住む偏屈な老人、高名な庭師が貴族の屋敷の植林用に育てていたものだ。手入れが何かと難しいらしくてさ、あのじいさんにしか育てることができない木だったんだ。今その庭師は？最近村には降りてこなくなったな。数年前に奥さんを亡くしてから随分弱っていたようだが。その庭師も気になるけど、まずは魔獣だな。被害が出てるなら放ってはおけないだろう。はい、この周辺に住み着いたものを全て倒しましょう。無論それで金木犀が戻りはしませんが。ああ、せめて残っている森とこの美しい山は守りたいよな。魔獣の群れだ。先ほどよりも数が多いですね。とにかくやるしかない。 It's about time. I say that, what should we not be able to fight them? What day I'll get a fight? What a day. これで全部倒せたのか。魔獣が群れをなしているなら長のような存在がいるかもしれません。それっぽいのは今の集団にはいなかったな。とりあえず機械を見て庭師の家に行ってみるか。ええ、いつでも誘ってください。あ、アリス、どうしたんだ？なんかぼーっとしてないか？正直見惚れていました。え？以前お前が言ったようにこの山は美しい。ここに金木犀はありませんが、もし存在していればこの山道の美しさはさらに増して見えるのでしょうね。まあ、まさに山もゆるってやつだな。私はそれを目にした時、何か心に
芽生えるものがあるのかもしれない。アリス、忘れなさい今言ったことは。いや、俺もそう思うぜ。心の強さが力になるって前に言ったけど、それって別に何かを我慢するとか決意するとか心を強く持つってことだけじゃないと思う。自分と関わりの深いものに対して愛着を持つことだって十分心の強さだって言えると思うからさ。きっとその庭師のじいさんもこの山や森の美しさを守りたいと思ってるんだろうな。あ、そうこう言ってるうちに小屋が見えてきたぜ。あれが庭師の家じゃないか。そのようですね。あ、ケイト。あいつ、この付近を荒らしてた魔獣、まだ残っていたのか。かなりの巨体、それにあの鍛え上げられた体は、おそらくあれが群れの王者なのでしょう。どうしてそいつが庭師の家の前に。どうか無事でいてくれ。 This is what we're after. Give it to me. Good, 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 good. Starburst to stream. Maybe, maybe. Lovely.誰かいないか。ハリス、あそこで倒れてる男の人が。ご老人。すでに息を引き取っています。天命値も失われています。しかしこの体の状況、殺されたわけではないようです。ハリス、ここに手紙があるぜ。見つけてくれたものへって書いてある。もしかしてこの人の遺書か。では私たちのようなものが来ることを予想して遺書を携えていたのでしょうか。みたいだな。とはいえ家族でもない俺たちが遺書を読むのには抵抗があるな。しかし残していった言葉を無視するわけにもいきません。それじゃあ、もうわしの寿命は長くないだろう。いいのだ。老いは木々と同様、人にも必ず訪れるもの。ようやく彼女のもとに行くことができる。死はわしにとっての新たな旅立ちだ。彼女と共にこの美しい森の中で生きたこと、本当に満ち足りていた人生だった。悔いはない。最後にもう一度だけ彼女とこの美しい木々のもとを寄り添いながら歩きたかった。それだけが心残りではある。やっぱり魔獣に殺されたわけじゃなかったんだな。最後になるが、この小屋の奥に挿し木となる苗木をいくつか用意しておいた。使ってほしい。特に金木犀の苗木は丁寧に扱ってほしい。金木犀の香りは魔獣を寄せつけない効果がある。わしが死に手入れが行き届かねば金木犀の育ちが悪くなり、魔獣がこの周辺にも現れるかもしれない。つまりご老人が亡くなったことで金木犀の木々の手入れがなくなり、あのように朽ちたと。魔獣を寄せつけない力があるから、奴らが弱った木々を率先して破壊したのかもしれないな。そういえば現実世界の金木犀も横島なものを寄せ付けないって言われてたな。キリト、苗木をこの遺言と共に村人たちに渡しましょう。そして彼の意思を必ず伝えるべきです。なあ、そうしよう。苗木も渡したし、これで一安心だな。
はい、村人たちもこれからは庭師の言葉を守り、金木犀の木々を手入れし守っていくと言っていました。しかし本当に綺麗だな。いつかこの金木犀の苗木たちも成長して、この美しい景観の仲間入りをしてくれることを祈るばかりだよ。どうしたんだアリス、なんか顔赤くないか？なんで突然手を握るんだよ。これは違うのです。違うって何がだよ。私はあの老人の最後の願いを叶えようとしているだけ。 I mean, this is very sweet, isn't it? I like the little sort of almost autumn-like petals in the air. It's just something very nice about it. Alice's face is sort of like, though. そうすることが金木犀の苗木を残してくれていたあの方へのせめてもの行為かと。あの奥さんと一緒に歩きたかったってやつか。それを俺たちで実践しようってことか。そうです。私は聖剛騎士として強くあり続けなければと考えてきました。ですが強さを目指した先に何があるのか、そもそも何のために強さを目指すのか、そういったことから目をつむっていたように思います。しかしこうして世界の美しさを知ることで新たに学べたと思っている自分がいる。この世界は美しい、そしてそれを守ろうとする者もいる。彼らの思いを継ぐこともまた世界を守ることなのだと。キリトが言うように、心を強くするとは戦い以外においても可能なのだと。そうか、なるほど。じゃあこれはそれを教えてくれた人への感謝ってことだな。はい。わかったよ。じゃあしばらくこうして歩くか。ええ、これは仕方のないこと。だよな。どうかしましたか？アリスにも見えたか？苗木が今少し成長したような。はい。ですが、いえ、気のせいでしょうか？いや、そんなことないと思うぜ。アリスの金木犀やあの庭師への思いがきっと苗木の成長を早めてくれたんだと思う。そうですか。本来ありえない話ですが今はそう思っておくことにしましょう。 Well, that was just rather lovely, wasn't it? So, we're ending this part here. We'll see you in the next part with a side event and some story once again. Ta-ta for now.